こんにちは。台風5号は今日午前3時ごろに熱帯低気圧に変わりました。ただ動きが遅く、道南の檜山沖で停滞しています。この湿った空気が流れ込む胆振、そして道南を中心に大雨になっているところがあります。ではこの後の雨雲の予想です。この後も同じようなところで断続的に雨が降るでしょう。特に夕方以降、活発な雨雲が流れ込み、雷を伴って激しく降るところもありそうです。明日朝までに予想される雨の量は胆振地方で150ミリ、渡島・檜山地方で100ミリです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分ご注意ください。では今の旭川です。旭川、今の気温は 33.7 度。特に上川やオホーツク海側は晴れて強い日差しが照りつけそうです。午後の天気です。道南と道央は断続的に雨が降り、特に夜が大雨のピークになりそうです。スマホや防災無線などいつでも防災情報を取れるようにしておいてください。また宗谷北部と利尻礼文も大雨となる恐れがあります。予想最高気温です。旭川は35度。今日も東北で猛暑日になるでしょう。エアコンなどできるだけ涼しい場所で過ごしてください。また夜も気温が下がらず、札幌は熱帯夜となる恐れがあります。では週間予報です。週末にかけて蒸し暑さが続きます。またあさって木曜日まで雨の降りやすい天気が続くでしょう。太平洋側です。道南と胆振は明日夕方まで大雨にご注意ください。また土日は台風7号が接近する恐れがあり、今後の動きに注意が必要です。